北東海信義、1963年6月22日体は、大相撲の元力士、第61代横綱、北海道広尾群広尾町生まれ、現役時代の体格は、身長181センチメートル、体重150キログラム、得意技は押し、左四つ、より、愛称は、海外公演で付けられた、ブルドッグ、花の三八組の一人、 血液型は A 型。現在は、年寄り、安美信義として八角部屋の師匠。第十三代日本相撲協会理事長。小学生時代にはすでに北の富士から九十部屋への勧誘を受けていた。1977年に、叔父の勤務先の社長が、元横綱北の富士と知り合いだったことが縁で勧誘されるが、五つは以前勧誘したことがあるのを覚えていなかった。 ちょうど星は柔道で名を挙げて、他の相撲部屋にも勧誘されていたが母が電話で、いずつに最初に来てくれた、あの部屋に行きたいという星の意向を伝え、翌年1978年90から勧誘され、東京に転校、この頃から九十の指導で稽古をしていたという、中学卒業の1979年3月場所に初土俵。後に北東海と同じく、 花の三八組が、次々幕内上位で活躍することとなる。なお同期生には横綱、総ハグロがいるほか、後にプロレスラーとなった、安田忠夫も、同部屋で同期であった。さらに昭和の大横綱と言われる九十部屋の兄弟子、千代の富士との激しい稽古を重ねて、強くなり、順調に出世していった。柔道経験者ながらも前に出る取り口に徹していた。 1983年3月場所、19歳で、新十両。北東海と同じ北海道、十勝地方出身であり、中学時代には地方に、名の知れた、柔道選手でもあった、一学年齢上の大野国が、この場所新入幕で、同郷のライバルと言われ始める。同年、9月場所に20歳で新入幕、いずれも同期生の中では一番早かった。 1985年から三役での好成績が目立ち始め、当時将来の大関候補とも呼ばれている。1986年3月場所、兄弟子の横綱、千代の富士が3日目から途中休場するが、それに奮起した星が13勝2敗で自身念願の幕内初優勝を果たした。その次の5月場所は11勝4敗で、 関分けの地位で3場所合計32勝を挙げたが、当時大関は5人もいたことや、終盤優勝争いから完全脱落した理由などで、不運にも見送られる。しかし翌7月場所も12勝3敗の、好成績により、関分けで3場所計36勝でいろんなしに、当場所もようやく大関昇進となったの、横綱昇進もかかっており、 その北尾が横綱昇進を決め大関が一人減ることもあり、六大関はならず。ちなみに、この1八十六年の九十部屋の新年会では、関分刑事では格好悪いということで言い出して、大関を目標としていたが、それが達成された形となった。初土俵から本名の安志で相撲を取り続けていたため、大関昇進が決まると、師匠は、仕込名を考えたが、 出身地の十勝地方にちなんで、北十海、十勝海、十勝富士などが候補だった。しかし、十勝の十の字は、勝ち星が十勝止まりになりそうで、止めた方が良い特十が発言、十勝から読みは十ではあるが字は、勝として、北東海と決めた。当時、勝の字を、とと読ませるのは、無理があるという声も聞かれたが、その後の本人の横綱昇進や、 八角部野創設後、所属力士の四個名に多用されたこともあり、現在では違和感なく受け入れられている。大関昇進後、大関4場所目の1987年3月場所には、上位人相崩れの中12勝3敗の成績ながらも6場所ぶり2回目の幕内優勝となる。地震初の綱取りだった翌5月場所は12日目まで、 大関大野国と共に12戦全勝だったが、13日目、初対戦の平幕、両国に苦敗を喫し一敗に交代。千秋楽で14戦全勝の大野国と対戦するも、結局より倒されて13勝2敗と優勝時点の成績に終わる。15戦全勝優勝の大野国とは2勝の差があり。 先週落の後に日本相撲協会から横綱審議委員会へ諮問するとの公表も横綱昇進は微妙と報道された。しかし、それまでの北東海の稽古熱心なところと品格の良さが横審委員会から高評価を得たことなどにより満場一致で同場所後に大関後場所目での横綱昇進が決定した。横綱昇進伝達式では横綱の名を汚さぬよう、 これからも一生懸命稽古し、努力しますと向上を述べた。横綱土俵入りは、兄弟子、千代の富士の指導の下雲運流型を選択。新横綱の1987年7月場所は11勝4敗と優勝を逃したが、翌、9月場所は14勝1敗で横綱初優勝、通算3回目の優勝を果たした。翌、 11月場所では13勝2敗の優勝時点の成績ながらも自身初の年間最多勝ちに輝いた。しかし1988年3月場所の千秋楽では横綱大野国に本割と優勝決定戦で連敗、逆転で優勝を奪われた。同年5月場所も終盤まで優勝を争ったものの14日目に 大関朝日富士との取り組み前、支度部屋での準備運動で持病の腰痛を悪化させてしまい、翌日の千秋楽は自身初めての不先輩、休場となる。次の7月場所からは腰痛が回復せず3場所連続全休となった。再起をかけた翌1989年1月場所は直前に発熱も重なり出場が危ぶまれたが、 昭和天皇崩御で初日が1日遅れたこともあって、回復が初日に間に合い出場。初日から自震初の14連勝を達成。千秋楽に1敗の朝日富士に敗れ自震初の全勝優勝は一したが、14勝1敗同士の優勝決定戦で、その朝日富士に勝利し、8場所ぶり4回目の幕内優勝を果たして、完全復活に嬉し涙を浮かべた。これが、 平成初の幕内最高優勝となった。また、同年、5月場所でも13勝2敗同士の優勝決定戦に進出、再び朝日富士を倒して5回目の幕内優勝を達成。さらに同、7月場所では12勝3敗の成績で、千代の富士と史上初の同部屋横綱同士の優勝決定戦で対戦。破れはしたものの、その後の相撲でも、 横綱として十分な強さを発揮して優勝回数も多く重ねていった。また1989年11月場所は2場所連続で11勝4敗に止まったが2年ぶり2度目の年間最多価値を重賞する。1990年3月場所の先週落は横綱北斗海、大関小西木関脇霧島の3人の優勝決定ともえ戦となった。 友江戦の場合は、一力士が二連勝すると優勝が決まるが、二連勝しない場合は延々対戦が続く。最初の北東海対小西木戦は小西木が勝利。小西木が次の霧島戦に勝てば小西木が優勝だったが、霧島が勝って、小西木の優勝ならず。今度は霧島が次の北東海戦に勝てば、霧島の幕内初優勝だったが、北東海が勝って、まだ対戦は続く。 そして次の小西旗戦は北東海が下手投げで下してに、連勝。ようやく北斗海が5場所ぶり6回目の幕内優勝が決まった。なんと三つどもへの対戦が4番も続くという大熱戦だった。しかし、北東海の持病である腰痛の影響は大きく、次の5月場所以降は10勝前後で終わることが多く、雲行きが怪しくなった。 水中ウォーキングやマイナス190度の冷凍室に入ると様々な治療やリハビリを試しつつ、横綱としての懸命の土俵が続いていた。それでも、1990年9月場所は、千秋楽に手13勝1敗の相星決戦で、当時新横綱だった朝日富士を下し、7回目の幕内優勝を成し遂げている。なお北斗海曰く、 リハビリには1日8時間を要したといい、現役引退後の2017年9月25日に行われた横綱審議委員会の定例会合では、宮田良平委員が、リハビリの方が稽古よりきつい面もある取引士たちに、厳しいリハビリを積んでも安全の状態で出場して欲しいという考えから、その事実を知っていた上で、北東海にあえて横綱時代に3場所連続で休んだ時にどれくらい、 リハビリをされましたかと質問している。特に冷凍室治療には150万円も診療代を使用しており、それだけでなく辛さもものすごかったため、その4年後にはもう一度あの厳しいリハビリに耐えられる自信がないと冷凍室治療を諦めて引退を決意したほどである。1991年3月場所は14日目に大野国と 優勝争いトップの12勝1敗同士の対決で、北東海が寄り倒して、一人1敗を保持したものの、この一番で左膝を土俵の俵にしたたかに打って負傷してしまう。翌日千秋落も、北東海の左膝は激痛で、まともに相撲が取れない状態だったが、隠し通しつつ、横綱土俵入り及び三役揃い踏みを難なく務め上げた。 この場所先週落結びの一番は、横綱同士の北東海対朝日富士戦で、その結び前の一番は、横綱大野国対大関、霧島戦だった。この場所の霧島は14日目で4勝10敗と、負け越し、誰もが、この対戦は前日まで12勝2敗の大野国が有利と見られ、先週落本割で、大野国が勝ち北東海が負けると、 両者13勝2敗同士の優勝決定戦となっていた。ところが大野国は過去幕内での霧島戦が6勝7敗の苦手としさらに久々の優勝のプレッシャーもあったのか、不調の霧島に大相撲の末まさかの敗戦で12勝3敗となり、この時点で13勝1敗だった北東海の3場所ぶり通算8回目の幕内優勝が決まったのである。その後北東海は、 結びの一番で、痛めた左膝をかばいながら、朝日富士にあっけなく押し出されて乾杯。大阪府立体育会館の観客や関係者たちも大きくと読めいた一番だったが、これが北東海の最後の優勝となった。北東海はこの膝の怪我をきっかけに、球場が多くなっていった。当時は四、横綱が番付に名を連ねていたが、五月場所の千代の富士の引退を皮切りに、 次の7月場所では、大野国、翌1992年1月場所では朝日富士も、相次いで土俵を去り、同年3月にはついに、北東海のみの一人横綱となった。3月場所に再起をかけて出場したものの、北東海らしい相撲は全く見られず、初日から水戸泉、済み、福島海に連敗してそのまま途中休場した。北東海は、横綱の責任感から、 ギリギリまで復活を目指したが、度重なる怪我はほとんど回復しないために同年、5月場所直前の5月8日、番付に名を残しながら28歳10ヶ月の若さで、現役引退を表明した。これにより、わずか1年の間に4人の横綱が、すべていなくなってしまったのである。なお、北東海の横綱在位数は29場所だった。また、北東海の引退により、 昭和時代に横綱に昇進した力士は全員引退となった。さらに大砲が新横綱だった1961年11月場所から30年以上続いた北海道出身力士の横綱が途絶えることとなった。その後、1992年5月場所から5場所の間横綱空位5月から1932年10月以来60年ぶりに例名が続いたが、 翌1993年1月場所後に、明けぼのがようやく横綱昇進を果たした。その直後、北東海の引退相撲が行われ、最後の横綱土俵入りには、新横綱の明けぼのが立ち持ちを務めた。また、引退相撲では、当時異例とも言える、北東海最後の取り組みが行われ、その対戦相手は同じ、花の三八組の寺尾だった。北東海が、 最後の場所となった1992年3月場所3日目の対戦が寺尾と決まっていたが北東海は不戦敗となり5月場所前に引退したため彼自身寺尾と対戦できなかったことが心残りだったというそして彼は引退相撲で寺尾と最後の対戦をしたいと申し出ると寺尾は心よく承諾そしてその取り組みでは寺尾が北東海を寄り切って勝利したが 勝負が決まった瞬間、寺尾は北東海に、お疲れ様と、ねぎらいの言葉を送った。素質はそれほどなかったが、非常に稽古熱心であり特に、千代の富士との稽古は凄まじいものだった。その稽古熱心さから雑用を免除されており、ちゃんこばんをさせた、兄弟子が千代の富士に叱られたという逸話も聞かれる。本人も千代の富士がいなければ綱などとても取れなかったと、いう。 横綱経験者としては、自身が最多受賞である3章11回の記録や甘めの横綱昇進などを引き合いに出して、それだけ特別に評価されてきたという証拠という趣旨の主張を自伝に記述している。さらに、師匠の九十は、千代の富士が大横綱になったことよりも、北斗海が横綱に昇進したことが一番の驚きだったとも語っている。特に北斗海は、 幕内昇進後、千代の富士が急上した場所や三月場所には滅法強く、その時期での幕内優勝が多かった。髪の量は多い方だったが、頭から当たって突き押しで相撲を取るため、引退直前には、額の生え際の毛は、すり切れかけていた。エメラルドグリーンの回しを、主に使用していたが、横綱昇進後は、赤紫色の締め込みも見られた。また北斗海は、 元々は重量に昇進することを最大の目標としていたとも語っている。富士正事件を特集した相撲雑誌などに将来の目標を横綱とした富士登ると対比する形で発言が引用掲載されている。当時、大関栃光に外見も取り口も似ていると言われ、師匠の90も栃光の本を私読むように助言したという。 現役時代より現在に至るまで、講演会長は鈴木宗男が務めている。売借人は浅田光が務めた。化粧回しも浅田が経営していた反乱から送られたことがある。なお、1991年7月場所戦集落の旭日富士対北東海戦を最後に、日本出身横綱同士の本場所での対戦は行われていない時点。引退と同時に、 横綱五年特権の一代年寄り、北東海を襲名。これは、同じく十部屋所属のもと、島錦の七代八角から定年後の年寄り名跡長との確約があったためであり、先代八角が定年退職した1993年9月場所後に八代八角を襲名した。同年10月に八角部屋を立ち上げ北東力、海宝ら関取9人を出している。また、 弟子の数が多く、ことに、関取予備軍である、幕下力士が多く所属しており、スカウト活動と育成の手腕に優れている。2000年から2期4年幹事を務めた。広報部長としては2016年のインタビューで師匠、北野富士から、八角が広報部長の時ぐらいからでしょう。ファン拡大に本腰を入れ始めたのは、彼に、 そんな才覚があるとは思わなかったなとその手腕を評価されるなどしている。2010年に役員待遇に就任したが、2011年の大相撲やお町問題で、年寄り谷川と星光の関与が発覚し、谷川は解雇、星光も引退し、これに伴う責任として役員待遇を辞任した。2012年の役員改選で理事に当選し、広報部長、 指導普及部長、危機管理部長、博物館運営委員に就任。同年、5月場所にて、優勝争いの戦闘を並走した、土地王山の千秋楽の対戦相手に決まっていたこと、欧州が当日になって、球場届を出し不戦勝を与えることが分かった。際には、優勝に関わる相撲で、大関が球場してこんな形になっては観客に、申し訳ない。 昨晩のうちに分かっていれば、割り返しで対応できたのに、今日になってからでは、遅すぎる。こんなことでは、本人も師匠も自覚が足りないと言われても仕方がない。教会の危機管理能力も問われかねない事態だと、苦言を呈していた。実際、土地王山不戦勝の場内放送から、勝ち名乗りまでの間国技館内は、ブーイングの嵐だった。NHK の大相撲中継では、 2010年まで通常横綱経験者は行わない午後1時から2時30分までの幕下以下の取り組みの解説を一場所に一度担当した。またサンデースポーツでは八角親方の金言苦言というコーナーを持ち実演を交えた解説を行っている。近年の力士のぶつかり稽古の不足に警鐘を鳴らしておりありがたくぶつかれ毎日やってると普通になってくる。 普通になるまでやらなくちゃいけないなどと発言している。2012年9月26日、春間富士の横綱昇進の伝達式では、教会理事として、使者を務めた。また、2014年3月26日の各流の横綱昇進伝達式でも、同様に教会理事として、使者を務めた。2014年の役員改選と同時に行われた新たな職務文章では、 理事の序列任意である事業部長の役職を与えられた。2015年11月20日に北の湖敏満が死去したことにより理事長代行に就任した。代行業務としてはこれより以前の同年7月場所選集落以降北の海の体調不良のため協会ご挨拶と表彰式を代理で務めていた。北の海死去直後の11月場所選集落の 教会ご挨拶では不法に触れず、土俵優先を貫く個人の意思に従って、平成27年11月22日、公益財団法人日本相撲協会理事長、北の海便万代読、安見信義と読み上げた。2015年12月18日、日本相撲協会理事会にて、第13代理事長に選出された。広角化で知られる、 漫画家の薬光は、その十数年前、冗談半分で、親方が理事長になったらついていきますと、よいしょしたが、現役時代に、横綱として突出した存在でもなかった発覚に、当時は、理事長の目があるとは考えられなかったと後に、振り返っている。薬光は2016年の雑誌の記事で、今となっては、もっと真剣に言っておくべきだったと悔やんでおりますと、語っている。 2016年7月31日、同じ九十部屋の兄弟子だった、千代の藤子と九十親方が、水臓癌により61歳で逝去。不法の直後はショックが大きくコメントできず、翌8月1日記者陣に対して、悪いと聞いていたが、現役時から絶対に強い、負けない、必ず治るだろうと思っていた。まだ信じられないと驚きを隠せず。 兄弟子でしたが、もう一人の親方という感じだった。本当に、お疲れ様でしたと言いたいと身を潤ませていた。広報部長や事業部長など豊富な職務経験や、幅広い視野を生かし、理事長として様々な改革や、ファンサービスを実行。2017年1月に、様々な災害の被災地支援などを目的にする、社会貢献部を設置。同年7月の名古屋場所では、 九州北部豪雨の被災地支援として、会場内に募金箱を設置し、少しでもお役に立てればと話した。17年、11月場所千秋楽、この場所中に発覚してから各界を揺るがしていた、春馬富士の高野岩に対する暴行事件に関して、横綱、春馬富士の問題により皆様には、多大なるご心配、ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますと、 先週落恒例の教会挨拶で述べた。2018年2月2日に行われた理事選挙では11人が立候補した中で11票を獲得して当選し、理事長続投が決定。2018年9月の秋場所では国技館内にキッズルームを新設し、家族連れの来場者が観戦を一層楽しめるように配慮した。平成最後の 本場所となった2019年3月場所、初日恒例の協会挨拶で館内のファンに向けて、平成最後の文言を入れた。令和最初の本場所となった2019年5月場所では、初日恒例の協会挨拶で館内のファンに向けて、横綱、白鵬の球場は誠に遺憾ではございますとしつつも、新しい時代にふさわしい白熱した相撲で、 皆様のご期待にお答えできることと存じますと新しい時代を強調した。同場所後には諮問機関として大相撲の継承発展を考える有識者会議を発足させた。メンバーはプロ野球ソフトバンクの大貞治球団会長や女優のコンノミサコラ8人で国際化が進む日本社会における国技発展などについて提言を受けることにした。 同年12月13日に13大統官が血管肉腫のため41歳で成去。高砂一門僧の葬儀委員長としての弔辞では明るく誠実な人柄から弟子には慕われ、先輩親方からは大変可愛がられました。私もそういった人柄に惚れ、一回りも若いあなたに色々な相談をしてきました。その度にあなたの言葉に助けられてきました。 本当に素晴らしい人でした。自分の体の一部を失うように感じています。41歳という若さで旅立たなければならないということに、運命の残酷さを痛感していますと生前の個人との思い出や信仰について明かした。2020年1月31日の教会理事会で16代振り分けが、当館部屋の継承者として承認されるまでの間は、 高砂一門の長として当館部屋を八角部屋に一時預かりをして責任者となった。2020年3月23日、理事会にて全会一致で理事長に再選され、記者会見で伝統を守っていくことが一番の課題だが、まず当面の最重要課題は新型コロナウイルスへの対応。全協会員が結束を固め、また、 外部の方々のご指導を真摯に受け止め、公明盛大な協会運営をしていくと抱負を述べた。2021年1月場所初日の協会挨拶では、世界中に感動を届けることができるよう努力と述べ、白鵬、鶴竜の両横綱の休場を謝罪した。取り組み後の取材で、緊急事態宣言になってるけど開催して、春場所でも行ったけど、相撲を取るだけではない。 祈願してやってるわけだから、そういう思いを含めていい相撲をしないといけないと思う、と開催の意義を説明していた。7月3日、7月場所の安全を祈願した土俵祭りが行われたが、大雨による新幹線の運転見合わせにより、足止めを受けて欠席となった。小車事業部長によると、その他の協会員は大雨による影響を受けて、いないとのことであった。 特別に大の苦手とする力士はおらず、現役時代に対戦した横綱、大関陣とはほぼ互角に渡り合い、回力士で苦手とする力士はいなかった。3月場所に滅法強く、自身の幕内優勝8回のうち半数の4回は、3月場所で記録したものである。兄弟子の横綱、千代の富士は、幕内優勝31回もしながら、 3月場所の優勝はわずか3回に止まった。さらに千代の富士が急上した場所で弟弟,弟子の北斗海が優勝するというケースも過去に5回もあった。他の3回も千代の富士が後半戦優勝を争いから脱落した時の優勝である。初優勝した1986年3月場所、北斗海は関脇下の力士としては初めて一場所も大関撃破を達成している。 翌年の3月場所はマスラオが小結びで、同じ記録をかけて当時大関の北東海と対戦。北東海はマスラオを下し同じ記録達成は阻止した。この場所北東海は12勝3敗で2度目の優勝を果たした。初の大関取りがかかった1986年、5月場所は11勝4敗で昇進は見送りになったが、11勝で大関になれると思っていた星は、 相当落ち込み、場所後の稽古にもみが入らなかったという。しかし横綱千代の富士はそれを見逃さず、安氏に対し、まだまだ稽古が足りないからだと助言。その後安氏は、千代の富士との猛稽古で徐々に自信を取り戻し、翌場所も12勝3敗で文句なしの大関取りを実現した。綱取り、全3場所の成績は36勝9敗。 さらに直前の成績では15戦全勝した、大野国との差は星2つ。現在の横綱昇進条件である、大関で2場所連続優勝、またはそれに準ずる成績に十分該当するとは言えなかったが、北東海だから昇進できたという声も多かった。それだけ品格や稽古熱心さが評価されていた。師匠の九十親方は、かつて、 千代の富士の横綱昇進時には、ウルフ、引退するときはスパッと潔くやめようなと語ったが、性格が気真面目な北東海に対しては、横綱本当に大変な地位だぞ。勝てなくなったら引退するしかないんだからと自ら経験した横綱の重みと厳しさを伝えたという。現役時代に行った千代の富士の胸を借りてのぶつかり稽古は、ベテラン記者でさえも、 あれほどすごいものを見たことがないと感嘆するほど、凄まじいものであった。千代の富士の優勝、または、優勝争いで何度も援護射撃をしている。新横綱の1987年7月場所は、優勝と綱取りがかかっていた大野国を千秋楽に下し、千代の富士に21回目の優勝をプレゼントしたほか、1987年11月場所14日目には、 千代の富士と共に全勝だった横綱総歯黒を下している。1988年1月場所14日目には全勝の大関、朝日富士を下し援護射撃したが、千代の富士は同日の結びの一番で大関小西に、千秋楽に朝日富士に敗れ優勝を逃した。1989年11月場所12日目にも全勝の大関、 小西木を下しまたも援護射撃。しかし千代の富士は、翌13日目小西木に敗れ優勝を逃している。1988年3月場所、横綱大の国に逆転で、幕内優勝をさらわれた際は、大きなショックを受け、あの悔しさは、一生忘れないと語っていた。屈辱を胸に秘め臨んだ翌5月場所だったが、千秋楽の大の国戦で、初めての不戦敗、 九条となり、さらに七月場所から三場所も続いて全球。北東海のプライドは相当に切り裂かれていた。復活優勝した1989年1月場所では14日目に大野国を生涯最高の相撲で一直線で押し出した。さらに同年九月場所の千秋楽の結びの一番では7勝7敗と、 勝ち越しをかけた大野国と対戦するも容赦なくあっさり下し、これで大野国は7勝8敗とついに負け越してしまった。1988年3月場所で、これ以上にない屈辱を受けたという北東海が、大野国に対して15日制が定着してからは、初めての横綱解禁負け越しという、それ以上の屈辱を与える形でリベンジした。 特に1988年7月9月、11月場所の連続全球は本人にとっても衝撃だったが、それによって人間的に大きくなったと2002年の記者クラブ担当時代に語っており、公演でも逆転優勝された、この場所のことで1時間は持つという。復活優勝の1989年1月場所、北東海地震初の全勝優勝がかかった。 先週落本割、結びの一番では、朝日富士に乾杯し14勝1敗同士の優勝決定戦へ。あの時のことが頭をよぎったというが、土俵に上がれるだけで幸せなんだから、と気持ちを切り替えて決定戦で朝日富士を下した。8場所ぶり4回目の幕内優勝に目に北東には、涙を浮かべながら、まさか優勝するとは夢にも思わなかった。治療先では、 会う人すべてがとても良くしてくれたから、自分も苦しい治療やリハビリを乗り切れたのだと思う。とにかく復活することができて本当に嬉しい。今までに会った人に感謝したいと喜びを語る前に、治療時にお世話になった人たちへのお礼の言葉を述べた。また、この場所前リハビリから帰ってきた北東海を見た師匠の九十親方は、以前より胸板が熱くなった。本気で、 リハビリに取り組んでいたんだと喜んだという、北東海の人柄や、真面目さを感じさせるエピソードである。1989年7月場所での千代の富士と、史上初の同部屋横綱同士の優勝決定戦。本人曰く、回しを切ろうとしても切れなかった。稽古場でも強かったが本番では全く違うと脱帽。しかし取り組み後、北東海、千代の富士は二人とも、 もう二度と対戦したくない。九十親方もかつて一度は決定戦を見てみたいと語っていたが、二人の決定戦の終了後は師匠としてもまともに見ていられなかった。もうやらなくていいとコメントしている。これが両者にとって最初で最後の優勝決定戦だった。1990年3月場所での優勝決定ともえ戦。最初の小西木戦で負けたものの、 その後、霧島戦と小西樹戦で連勝して、ようやく優勝を決めた。今までの相撲人生の中で一番苦しい優勝だった。もしあと一戦あったら腰が持たなかったかもしれないと語った。1991年1月場所前での稽古総研では、明けぼのが初参加。朝日富士や霧島などの上位陣に稽古を頼むも、相手にされない。しかし北東海は、 明けぼのと積極的に稽古し、はめ板にぶつけられることもしばしばだった。その一月場所では、明けぼのの突っ張りをかわし、腰についた北斗海が切り返しで圧勝。稽古場ではあんなのなかったのにと落胆する明けぼの。北斗海は明けぼのと稽古しておいてよかった。してなければ強さもわからなかったし、やりづらかった。伊てにはめ板にぶつけられていたわけじゃないよと振り返る。 1991年3月場所千秋楽の北東海は前日の大野国戦で左膝を負傷するも医者に行かず一晩中氷水等で冷やし続けていた。それでも千秋楽当日の横綱土俵入りと自身、取り組み前に三役揃い踏みをする際は膝の痛みはそれほど気にならなかったらしい。また北東海が結びの一番の対戦前、土俵下で、 大野国対霧島戦を見ていたが、自身も不審の霧島なら、大野国に負けるだろうと思っていたという。しかしこの対戦は、予想を翻し、霧島が大野国を寄り切って勝利。この瞬間、北東海の8回目の幕内優勝が決まったが、同時に、左膝の激痛がひどくなったのである。その後結びの一番での朝日富士戦は全く相撲にならずに敗北。 左足を引きずりながら、花道を歩いた後、記者陣とのインタビューでは、大阪のお客さんに失礼しました。最後は、良い相撲を取りたかったのにと語り、幸運がもたらした優勝であった。1991年7月場所は、球場明けで勝つ、稽古不足で大不振。12日目にようやく勝ち越しを決めたが、引退したばかりの千代の富士に、勝ち越しおめでとうと冷やかされる。 また9日目には、同郷のライバルの大野国が28歳9ヶ月の若さで引退を表明、自身にとっても大きなショックだったという。さらに千秋楽は、北東海と同じく8勝6敗同士の成績不振ながら、朝日富士との横綱対決。泡の抜けたビール、史上最低の千秋楽賞保守決戦と叩かれる、始末。 熱戦の末北東海は朝日富士を寄り切りで下し、なんとか9勝目を上げた。それでも北東海にとっては、現役最後の千秋楽まで解禁した場所となり、翌9月場所以降は度重なる怪我に苦しみ、全球と途中休場とを繰り返す羽目となる。自身3場所連続休場となった1992年、1月場所中に朝日富士も引退。これで、横綱は、 北東海たった一人となる。同場所三日目、朝日富士の現役最後の取り組みとなった、若花田戦での北東海は、その相撲は見ていなかった。もしかしたら、という思いがあったのかもしれないとかをこわばらせながら、コメント。翌三月場所、弦の良い大阪で奇跡の復活を目指したものの、一生も、できずに四場所連続休場へ。相撲感が戻っていない。 もう少し時間が欲しいと鎮痛な表情ながら、場所後の巡業で猛稽古して、次の5月場所で身体をかけると公言していた。しかしその1992年5月場所直前になっても体調は依然回復せず、思うように稽古はできなかった。自身がろくに相撲を取れる状態ではないにもかかわらず、一人横綱という責任感からか、あえて北東美は、 一旦5月場所の強行出場を表明する。師匠になったばかりの千代の富士はしぶしぶ認めたものの、旧師匠の北の富士は納得せず、当時の出羽の海理事長にも北東海の居住について相談していたという。その後北の富士、千代の富士の二人の師匠らと三者の話し合いの結果、北東海の現役引退が決定。その引退会見での北東海は、自分は稽古で、 横綱まで上がった相撲取りですから、その稽古する気力がなくなったら、もう、終わりかなと、ハンカチで涙を拭いながら語っていた。北の富士は、再起を期待したが想像以上に体力が衰え、大事な気力も落ちてしまっていた。横綱がいなくなるのは心苦しいが、このまま本場所を出場しても横綱の名を汚すだけだと思ったと、自ら引き際の潔さを貫きつつ、 北東海を延々説得し、引退を決意させたという。千代の富士は自身が現役辞めてからわずか1年後に引退するとは思わなかったから、本当に寂しい。でも自分が長く横綱を張れたのは彼が九十部屋にいてくれたおかげとねぎらっていた。北の富士は北東海のことを素質ではその辺の力士と変わらないが、稽古熱心さでは100人に1人の素材と評した。 なお、素質不足を気力で補う相撲の性質だったため、気が緩む、面のある優勝決定後の取り組みは4戦4敗であった。現役引退後、解説者として出演した大相撲ダイジェストで、霧島の取り組みを解説する際には、大関、霧島関と継承付きで呼んでいた。老人ホームなどの福祉施設への移問を、現役時代より定期的に行っており、 地元北海道の障害者施設に個人的に寄付もしている。これについて北東海は父をはじめ地元の人たちの理解があったから相撲の世界でやってこれた。時間さえあれば地元に帰って積極的に祭事にも参加したいし自分を育ててくれた地元に恩を返したい。と語っている。また長野県長野市の児童福祉施設の設立にも発起人として名を連ねている。 2020年始に時事通信の相撲記者の若林哲司と対談した際、白鵬が34歳になっても横綱として活躍していることに関して、普段の準備運動の賜物じゃないですかと話しており、物議を醸している白鵬の勝ち上げについては、私の場合は相手が勝ち上げに来た方がやりやすかった。相手の脇が空くからちょうど行きやすいと肯定している。 横綱時代の1990年2月18日に結婚したが2003年8月に離婚2005年に再婚している。現在の妻は八角より14歳年下である。子供は前妻との間に一人、現妻との間に二人いる。前妻との結婚式での売借人は当時反乱の社長であった浅田光である。ありがとうございます。